定期演奏会の模様を長崎小村室内合奏団は、長崎県大村市を本拠地とするプロ室内合奏団。2019年6月に本オーケストラ連盟、循環院。概要運営法人名は認定特定。非営利活動法人長崎小村室内合奏団。文化、スポーツ複合施設大村市体育文化センターの桜ホールのレジデントオーケストラとして誕生した。 2003年10月にお披露目コンサートを行い、公募により、オムラ室内ガス相談の名称となる。2004年7月第1回定期演奏会、2011年12月 NPO 法人となる。2014年9月認定 NPO 法人に移行。2016年7月事務所移転、2018年1月名称を、長崎オムラ室内ガス相談に変更する。 団員は35名、長崎出身並びに、ゆかりのある音楽家を中心に構成された、長崎県発のプロオーケストラである。芸術監督は、村島久志紳氏、アーティスティックアドバイザーは、松原克也。年4回の定期演奏会をはじめ、スクルーコンサートや、街角コンサートなど生の音楽の素晴らしさを伝える、普及事業にも力を入れている。二千五年韓国テグにおいて、 初の海外公演。2015年キオイホールにおいて東京公演。2018年 FFG ホールにおいて福岡公演。世界的アーティストとの共演。チェリストアントニオ・メネセス。ビオリスト・今井信子。バイオリニスト・堀米ゆず子。ミュージカルやオペラ、合唱との共演も数多く手がけている。ミュージカル赤い花の記憶、天主堂物語。 ミュージカル大村グラフティミュージカル転生少年施設、光る海、オペラ命受賞歴、第25回長崎県地域文化賞、大村市体育文化センターの平成22年度地域創造大賞に、大きく貢献。平成26年度長崎県県民表賞、第2回、ジャスラック音楽文化賞連携協定一般財団、法人大村市文化、スポーツ振興財団、 2019年3月から22年3月、学校法人滑水学院滑水女子大学、2020年5月。ありがとうございます。